クロンコン公園です。バンコクで3つ目のガレッサです。これは祈りするものです。ネパールでもやったことあるけど、でも今わかんない、ここのボスは全然知らないからやり方もわかんない。このネズミは昔は最初は始めた時は悪い手だったみたいな。何でも私みたいな、私より強い人は誰もいないです、全部私のですとかいう悪い人だったけど、でもガレッサは小さくてこの悪い人が大きくて、それから戦ったガレッサは簡単で勝って、それからガレッサの乗るものになりました。最初あっち入れるのかな、あのお姉さんと見ますやり方わかんないのでお姉さんが見て間に合わせてやります。ประมาณ5นาทีก็จะมีพิธีกราบจะมีพิธีสวดอัญเชิญหลวงพ่อพระที่เรียกท่านเสด็จลงมาเป็นการบูชาพระคุณของคุณพ่อรอบที่3เป็นการบูชาพระคุณของครูบาอาจารย์นะครับแต่รองเท้าแบกขึ้นมาได้เลยครับพื้นร้อนนะแล้วก็พนมมือเดินบน3รอบเลยนะครับใส่ดีมาเพื่อพิธีพักวันนี้เวลา11นาฬิกานะครับอาจารย์ก็จะทำพิธีตรวจอัญเชิญหลวงพ่อของที่เรียกท่านเสด็จลงมาประทานพรประทานโชคลาภและความร่ำรวยนะครับเดินขึ้นมาเลยนะครับท่านใดที่ต้องการจะร่วมพิธีพามก็เดินขึ้นมาบนครูอาจารย์พามก็จะทำพิธีพามทำพิธีสวดอัญเชิญหลวงพ่อพระพิฆเนศท่านเสด็จลงมาประทานพรประทานโชคลาภและความร่ำรวยท่านใดที่จะมาขอพรหลวงพ่อพระเนศขอโชคลาภเงินทองความสำเร็จความร่ำรวยちっちゃいガレッサもいますね。ガレッサのお父さんとお母さんです。
ูชาท่านและได้ขอพรจากฟอยนะนะถึงได้ถือว่าทำขอพรนั้นเสร็จสมบูรณ์นะครับทางนั้นสอนธรรมะนะบางคนก็จะเกิดคำถามเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยで行きます。めっちゃいいところだって大きすぎて祈りしに来たみたいです。祈りしに来たけど楽しかったです。ちょっと暑いので水持ってきた方がいい。ここもあるとあるけどでも水。Thank you.
で。下座る人いるでしょ、髪長く長い間こうやるの、その糸から泣き打って、それは綺麗でしょ、大きいでしょ。
世界中で大きいガレーサです。でもあんまり人いない。周りはそんなに大きくないからじゃないか。トゥクトゥクで来ました。これグラブもなんかよく取れない田舎だから、グラブもないと思います。だからここ来るならちゃんと考えてくれ。行き帰りで350円だね。バチュここなんか誰のバイクあるみたいですね、目の前。鶏たまにも何々やってるじゃないか。入って入って、むしろネズミの耳にお願い事を望み入れると直接ガネーサさんに行くと言っています。聞こえると言っています。それで叶います。叶うことができる。世界中一番大きなのになぜ人気ないの。どうしよう。楽しい、行く、暑い。このここ、このガネーサのところ、三つのガネーサのところは一番おすすめはグラブとかボルトとかなんちゃらなんちゃらよりもちゃんと原付で切った方がいいよ。一日借りて切った方がいいです。田舎だからあんまり心配ないです。町だからいっぱい車走ってあちこち行くから怖いけどね。でも田舎だからそんなに走んないから。原付がバイクがおすすめです。私たちみたいに間違いことやらないで、めんどくさいだった。それ今行くときグラブで行ってもそこ着いたらまたグラブ出てこないの、なかなか。だから一日の安いです。一日の借りて楽しみにして、あちこち泊まりたい時泊まることもできるし、タクシーだったらずっと行かないといけないからね。最初これ見よう。あそこ行こう。どうも。どこでも王様の写真あるね。お嬢様か。お嬢様。なんか何あげるって話聞くじゃないか。
です。見たらびっくりです。めっちゃ綺麗、とっても大きい、あったまいですね。ここからのこんにちは。のあげると私は自分でお金インカムできるからね。本当に知ってる？ガデシャはの上手な人、すごいあれなんていう才能ある人です。ちっちゃくて力を持ってる人です。できないこともできるようにすることができます。ガネチャさんは